ていきなりなんだ、話が見えないんだが。実は今回八神さんには偉人町のガールズバーガールズバーへの潜入調査をお願いしたいんです。ガールじゃないのに。はガールズバー、え、何、沙織さん紹介する？それってもはや高校生のコミュニティでもなんでもないよな。なんでよりによってプロフェッサーに関する重大な情報がとあるガールズバーに潜んでいる可能性が高いのです。どういうことだ。いや、まあちょっと説明してくれよ。ガールズバーというと、その店員がほとんど女の子のショットバーのことだよな。よくそんなすっと言語化できんな、ショットバー。キャバクラとは種類が違うようです。私にはいまいち違いがわからなかったですが、なんだっけな、これ風営法上の問題なんだよね。なんだっけ、横に座って接客するのがキャバクラで、ガールズバーはカウンターを挟んでの接客だからキャバクラ扱いにはならないだっけ。なんか そんなんだった気がする。だ、なんかなんだっけ、キャバクラ扱いでこう開業する方がハードルが高いから、そういうカウンターを挟んでガールズバーという形態を取ってるみたいな。ああ、教えてくれてる八神が。ガールズバーはキャバクラと違って女の子が客の隣に座らない、カウンター越しの会話が基本なんだらしいですね。ん？ん？何が違うんですか？女の子との距離だ。距離が違うから何なんですか？同じ接客ですよね。何が違うって、そりゃ距離が近い方がドキドキするだろ。お前そういうの詳しいはずだろ、弁護士なんだから。はあ、あれ風営法の問題じゃなかったっけ。はあ、そういうもんなのですか。いまいちピンときません。ミステリーで例えると、うーん、難しいこと言うな。謎解き要素の薄いカジュアルなミステリーより本格的なミステリーの方がドキドキするだろう。あ、確かに納得してな。つまり本格ミステリーの方がキャバクラだと。まあそういうことになるかな。この会話がミステリーだよ。なるほど、なるほど、理解してる、理解しました。ものすごく誤解されてる気がするが、まあいいだろう。まあちょっと気になる方は個別に調べてもらって、俺もそんなにわかんないので。で、偉人町のガールズバーにプロフェッサーの情報があるってどういうことなんだ。プロフェッサー、そうだな。実はこれ流れ的にガールズバーで働いてる声量の生徒がいるみたいなことじゃないの。実は偉人町のガールズバーでプロフェッサーのことを自慢げに語る若者がいたそうなんです。ほう、しかもその若者、あ、客の方が声量の生徒、従業員じゃなくて、その若者をどうやら声量の生徒だったみたいで。ん？高校生がガールズバーに？そういうのって普通未成年は入れないもんだよな。まあでもいちいち確認されなかったりもするのか。そうなのですが、例の生徒は年齢を偽って通っていたらしいです。ただ声量の生徒だってことをうっかり口にしてしまい、学校に報告されたようでして。あー、なるほど。その生徒の名前は、それが該当する名前の生徒は名簿に存在しなかったのです。年齢とともに名前も偽っていたのだと思います。あー、なるほどね。まあまあそのぐらいしてもおかしくないか。その高校生はプロフェッサーについてなんて語ってたんだ。ズバリ、俺はプロフェッサーの正体を知っている。いやー、うさんくせえなーと。それって直球だな。本当なのかな。それはわかりません。ただその生徒は神経貧同盟を名乗るゴロツキと一緒に来ていたそうなんです。あ、そうなるとちょっと信憑性が高まるな。なるほど、なるほど。だったらデタラメの情報と片付けるわけにもいかない。もしかしたら本当にプロフェッサーの正体について知っていて、うっかり漏らしてしまったのかもしれません。その生徒が情報を漏らした相手は、はい、分かっています。人気ナンバーワンの店員さんだったようです。あ、じゃあその人に聞き込み。ガールズバーに潜入しなくても聞き込みくらいできそうだけどな。ナンバーワンの人っていうのは、この人がガールズバー、ガールズバイト一番人気、望月 S エミリさんです。 S って何？美人さんですけど。ああ、確かにハーフ感のある。海外出身でお父さんがイギリス人でお母さんが日本人だそうです。例の飛行生徒が漏らした情報をこの子から聞き出せないのか。いえ、
いえ、それがこの望月という店員さん、とても口が固くて、あーまずい、いつもの流れで潜入して信頼関係を作れみたいな、なんかそのパターン多くない？信頼関係を作っていけって。とても口が固くて、お客が店で喋ったことを決して口外しないようなんです。まあ、あの手の店の人間としては口が固いのは悪くないことだが、聞き出すのにちょっと骨が折れそうだな。そこで夜の街で遊び慣れた八神さんの出番というわけです。さすがに今回はあれだよね、従業員として潜入するわけじゃないよね、客として潜入しろってことだよね。客としてガールズバーの店員と仲良くなる、ちょっと難しいこと言うな。八神得意かなそういうの。いろいろと誤解を招きそうな表現だな。いやまあでも探偵だしな。ああ探偵の能力は生かされる潜入なのかこれ。要するにそのガールズバーに通って例の店員と仲良くなれと、それで口を割ってこいってことだろう。はいはい、そういうことです。お願いします。八神さん、今回もよろしくお願いします。まあそりゃ天沢さんに潜入もできないしな。ああそうだよな、残念ながら未成年の私じゃさすがに通ったりできませんからね。え、残念。もしかして潜入したかった？ガールズバーの店員にでも変装して。もちろんです。だってワクワクしません？夜の大人の世界に潜入調査するなんて、やっぱ危険なんだよなこいつも。天沢、好奇心旺盛なのは結構なことだが、くれぐれも厄介ごとには首を突っ込むなよ。心がけます。お前が言うなだけどな、割と。まあ八神は自分の責任は自分で取る。おい、ちゃいちゃうねんちゃうねん、天沢はーい、ちゃうねんちゃうねんちゃうねん、カジノの話よ、カジノの話。あっぶね、びっくりした、もうそのままガールズバー行っちゃうとこだったわ。なるほど、そうそうなんですよね。カジノの天才勝負師早川さんの感情を読み取るトリックがわからなかったので、天沢さんに相談しに来たと。なるほど、表情を見ずに相手の感情を読み取る方法ですか。何か方法に心当たりないか。ほら天沢は本とかたくさん読むだろ。うん、そうですね、未知の第六感のようなものは可能性から除外するとして、さすがにオカルト的な話ではないのかこれは。視覚以外の感覚を使い、外界の情報を認識する方法を一つ一つ検証していけば可能性を絞れると思います。なるほど、今のところ有力なのは聴覚かなと感じたけど。なるほど、消去法か。わざわざ目閉じんのも視覚以外の感覚に集中するためでしょ。目を閉じる意味っていうのを考えた場合、そうなると視覚以外の五感だと思うので、消去法的に聴覚かなと。人間の体は無意識に様々な情報を発していると言います。もしその微細な情報を早川さんが鋭い感覚を使って感じ取っているとしたら、それも視覚以外の方法で。八神さんは実際に早川さんと対峙し、いろいろと観察をしてきたんですよね。八神さんが見たこと感じたことから、早川さんが相手の感情を読み取っている手段を推測できませんか。やっぱいいコンビだな。二人で謎を解き明かしていく。視覚以外の方法でか。そうだな。そういえば早川は視覚の外にいる客が言い争いを始める直前にそのことを察知しているように見えた。確かにもう言い争い始める前だったのか、あれ気づいたの。人間が無意識に様々な感情に関する情報を発していると仮定して、ただの聴覚でもないのかな。その情報を視覚以外の手段を使い察知する方法か。あ、まあでもそうなるよね。視覚以外の五感、視覚以外の4つ、視覚聴覚嗅覚味覚触覚、やっぱこの中だと消去法的に聴覚っていうことにならん？聴覚はどうかな？動揺した時の仕草の音とか感じ取っているのかも。ん？聴覚で？あれ違うのかな？いや、だが待てよ。ミスリードか？ちょっとそれっぽすぎるもんな。
あーそうだな、いい誘いを始める直前にそのことを感じ取って気づいていた。じゃあ触覚かな、うん、その次にまだありそうなのは触覚か、空気の動きとかそういうのを感じ取っている。だとすると、あ、まあ聴覚は可能性から除外か。ああ一番ありそうだと思ったけどな。嗅覚味覚はちょっと、あ、いやまあ味覚はともかく嗅覚はない話じゃないか。そう、なんかねえ、人間が発する微細な情報、なんか人間が緊張してる時には特有のフェロモンみたいなものを発するみたいな、そういうことがあってもおかしくはないけど、いやまあ触覚で言ってみよう。空気の動きを触覚で感じ取っている。触覚じゃ無理かな。早川さんは離れた場所にいる相手の感情も感じ取るんですよ。あ、ダメか、接触せずにどうやって。いやいや、触覚といえば皮膚。あ、当たりかこれ。相手から発せられる気のようなものを皮膚で感じ取ってるとか。気ってオーラのようなものってことですよね。そんな超常的なものが存在すると。ああ、いや空気の動きとかあるじゃん。喧嘩をしてる時に感じることはあるけど治安の悪い怪盗、ボワッという力強い何かを。少年漫画の読みすぎじゃないですか、八神さん。ケントじゃあるまいし。いや、あれ漫画の読みすぎのせいなのか。あれダメかも違った、くそ。八神は気を感じてるらしい、喧嘩の時に。え、じゃあもう嗅覚じゃん。嗅覚はどうだ。匂いなら視覚の外から漂ってくるし、見えない場所のものでも感じることができる。なるほど、なるほど、嗅覚ですか。あ、画面が変わった。八神さん、以前読んだ本に書いてあったんですが、犬という動物は人間の匂いから感情を読み取ることができる。あ、すごいな、読書家の天沢さんの情報が生きたな、という研究結果があるそうなんです。ん、匂いから感情を、それに近いことがもしかしたらできるのかもしれないと、早川さんが。人は抱いている感情によって血中のホルモンのバランスが変わり、結果汗の匂いもわずかに変化するそうなんです。喜んだ時、恐怖した時、悲しんだ時、驚いた時、焦った時、それぞれの感情で汗の匂いは違うんです。まあ動物でそういうのは聞くもんな。人間だって動物なんだし、そういう違いがあってもおかしくない。それを感じ取れるほどの嗅覚か。この場合の汗というのはほとんどの場合自分でも気づかないくらいのわずかなものなんでしょうが、犬は持ち前の鋭い嗅覚でそういった匂いのわずかな変化を離れた場所からも察知できるんだとか。へえ、ランポもそうなのかな。知らなかったな、感情で汗の匂いが変わるなんて。だから犬は人間の恐怖を感じ取り、吠えてきたり、飼い主の悲しみを感じ取り、寄り添いに来てくれたりするんです。それってうわ、すごい素敵な話だな。まさか早川にも犬並みの嗅覚が。じゃあそれを邪魔できればいいんだな、勝負の時に。カレー持ち込むか。カジノにカレー持ち込めばいいんだな。嗅覚受容体の数が人間と犬とでは全然違いますから、犬ほどの嗅覚はないかもしれません。ただその一方で、それか八神が3日ぐらい風呂に入らずに勝負に挑みに行くか。どっちかだな。カレー持ち込むか、3日風呂に入らずに行くか、どっちかだ八神。実は人間の嗅覚を司る神経細胞の数は、犬とさほど変わらないという研究報告もあるそうです。え、そうなのか。ええ、人間の場合、人類としての生活様式のせいで嗅覚やの潜在能力が存分に発揮されていないとのことで、つまり要するに本来持つ能力がセーブされていると。セーブされているだとしたら、早川は何らかの理由でそのリミッターが外れてしまっている可能性はあるな。はい、ありえない話じゃないと思います。だがカジノにだっていろいろな匂いが立ち込めてるはずだ。匂いの混じり合った中で相手の匂いだけを区別できるもんか。それは分かりません。そうだな、本人の感覚の問題だし。ただ、音の高さや種類を明確に識別できる絶対音感のように絶対嗅覚のようなものがあるのかも。絶対嗅覚か、一応筋は通るな。検証してみる価値はある。天沢、お前やっぱすげえな。うわこ、え、な、え、ち、な、なにこれ、珍しい。
お前やっぱすげえな。無駄な知識をちゃんと推理に役立ててる。へへ、お役に立てたようでよかったです。いや、推理って知識量でもあるな。異常に鋭い嗅覚か。この仮説をもとに検証してみよう。要するに早川の鋭い嗅覚をごまかせればいい。町を巡って方法を探してみるか。いや、風呂入らずに行くしかねえって。カレー持ち込むか。とりあえずカレー持ち込んでいいか聞こうぜ、カジノの人に。早川の嗅覚をごまかす方法を探す。いや、でもな、ちょっと待って、これ学校の外出たらどっかにアイコンついてるかな、カジノの。どっかにあるかな、これか。カジノついてんな。え、ここってなんだっけな、ドラッグストアだっけ。あ、そうだ、ウェルカム薬局、ドラッグストア的な場所だ。あー、確かに。何か強い匂いを発して早川さんの嗅覚を、なんだろうな、機能しなくさせる方法あるかもしれないな、薬局だったら。いや、今日はよく会うね。助かる。さっき負けちまったからよ、カジノで。いや、でもさっきの八神がまっすぐ天沢さん褒めんのよかったな。いいコンビだな。やっぱりちょっといろんなこと解決してきて、コンビとして仕上がってきてる感があるね、この二人は。素敵だわ。で、ドラッグストア来てみたけど、ごめんね、通るよ。いらっしゃいませ。あ、いいのがあるじゃん。これイベントアイテムか、香水。ここでしか使わない。そうだな、所持数が最大1個だもんな。1個しか持てないアイテム。これでしょ。ありがとうございました。香水、そう、この方法がある。人間の体が感情に関連した匂いを発してるなら、さらに強烈な匂いで上書きして打ち消してしまえばいい。こいつがあれば早川の嗅覚を出し抜けるかもしれない。よし、早速カジノに向かおう。わな。ほんでカレー食いながらカジノに入って、中でタバコ吸えば完璧よ。前日は風呂に入らずにね。じゃあ再びカジノにやってきましたけど、よし、香水をたっぷりつけて。いや、まあこれは正当だよな。正当なやり方だわ。別に勝負そのもののイカサマしてるわけじゃないし、むしろムンムンになっちゃった。我ながらくせえな。これくらいやれば十分だろ。よし、もうタバコも吸っていこうぜ。で、カレー食いながら入って。いや、エフェクトがうるせえ。画面が。すげえ匂いを撒き散らしちまってるみたいだな。注意されちゃうでしょ。どうも。どうしたのかな？早川。何か文句があるか？早川、この前のリベンジだ。ポーカーやろうぜ。あんた。その顔、嗅覚は正解だったみたいだな。なあ。スリルを味わいたいんだろ。だったらこの方が楽しいんじゃないか。実力で負けたら意味ねえからな。相手の能力消したからって、感情が読まれなければ僕に勝てるとでも。そうなんだ、別にこっちが有利になったわけじゃないのよ。これでギャンブルを甘く見ないことだ、八神さん。ああ、分かってるさ。勝負だ、早川。一応セーブとかはしようかな。いや、負けたからってそんな罪になるわけじゃないと思うけど。っていうか、あんなね、これ結構短いぞ。この画面見たらさ、あ、ガールズバーも追加されてんね。カジノもう進行度 80% まで来てる。これ多分もうこの勝負勝ったら終わるな。 e スポーツ部並みかそれ以上に短い。全部がロボット部とかボクシングジムみたいに長いわけじゃないんだね、暴走族とか。じゃあ、ゾウサクッと終わらせてやろうぜ。一応セーブはするけど。よし、やろうぜ、早川。実力勝負だ。八神さん、ポーカー始めるかい？どうなんだろうな、さっきみたいなイベ、あ、そっか、チップなくなったんでしたね。そりゃ失礼しました。へへ、失礼しやした。チップください、お兄さん。よし、待たせたな。ああ。勝負しようぜ。では、あちらへ。
いやでもこれもイベント戦みたいな感じで、もう矢神勝ち確みたいになっててくれねえかな。ようこそポーカーテーブルへ。よし始めましょう。あ、どうしたどうした早川。おいおいおい、手札見ただけで降りるとは情けねえぜ。俺は行くぜ。で、はい、3枚オープン。どうでしょうね。あれこれダメか。早川は降りたけど、スペードのジョージと弱気な岩城くんに負けたら意味ねえもんな。どうする、スペードのジョージと弱気な岩城くんに勝てるかな。ベッドだ。あ、いやでもまずいか。どうだろう、これあんま良くないかな。あんま良くないかもな。でもこれ早川いきなり降りたってことは勝てるようになっててくれたりしないかな。さっきのが負けイベだったみたいにさ。やっべ、なんもおい、なんも揃わねえぞ。嘘だろ、おい嘘だろ。どうすっかな。役なしで終わるぞこのままだと。いやもう行け、ママよ。このまま引き下がれるかよ。ダメだ。どうなんだろうな、スペードのジョージと弱気な岩城くんも実は何も出てなくてみたいなことないよな。そんな都合いいことないよな。でも早川が降りて矢神も降りてだったらどうなんの。いやもうちょっとこれ乗ってみよう、この勝負には。試しに何でも挑戦してみないと。こんで負けたら全て、おいおい弱気な岩城くんが勝つんかい。なんじゃこれ。あ、え、何これ。くそ、もう一度だ。いや、仕切り直し。あ、じゃあもうこれ本当にあれなんだな。なんていうかイベントで矢神の勝ちが決まってるとかでもなく、なんかランダムなんだ。これは本当にランダムで勝負してるんだ。普通になんか弱気な岩城くんが勝ってうやむやになったみたいな。変な、二人の間に変な空気流れちゃったじゃん。どっちも勝たへんのかいって。なんで早川降りたからもう勝ち確だと思ったのに。あ、今度は早川も乗ってきたから、いやこれマジでそうなんだな、ちゃんと運勝負なんだな。運というか、まあ手札がうまくいくかどうかは運だもんな。本当に何も揃わねえじゃん。何も揃わねえよ。一応フラッシュの可能性ゼロではないけど、確率的にはこれちょっと、そうだな、またいるよスペードのジョージ。ちょっとでもなんか降りてても何も起きないもんね。とりあえず一回勝てればいいんだから、勝負に乗ってさえいれば。おっと、フラッシュの可能性あるぞ。次に来たカードが、オープンしたカードがスペードだったらフラッシュ成立。かい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 、あー、これどうなる。これ何も起きてませんけど、矢神の手札に何も起きてませんけど、どうなる。やられたな。ざけんじゃねえぞ。ざけんじゃねえぞクソが。負けんのかい。やれやれ、言ったよね、感情が読めなくたって僕は強い。ポーカーってのはね、そんな単純なものじゃないのさ。クソ、もう一度だ。あ、まあでもこれはもうほんと最終決戦だから、何回も挑ませてくれんだ。すみません失礼しました。もう勝てるまでやります、勝てるまでやりますから、チップくださいお兄さん。いやまあでも何回もやらせてくれるんだったら、勝つまでやれば勝率は 100% なので、勝てます。勝率 100% です、私勝つまでやるので。ちょっと手札の感じはあんまり良くないけど、今もうすでに終わりだ終わりだ終わりだ、もうダメだよこんな、こんなもう降りようぜもう。はい、3戦目も負けました。ストレートってお前ふざけんじゃねえよ。手札が強えんだよ、感情の動きとかもう関係ないもん。お、来た来た来た、4戦目にしてエースが来たぞ。他の3人もいい手が来てなかった場合、もうエースのワンペアとかでも全然勝てる可能性がある。あ、でもなんか弱気な岩城くんとトラブル光太郎が降りたので、早川と一騎打ちになったぞ。早川も大して手が
いい手が出てない可能性は十分あるよね。これカード1枚のハイ&ローだけでしょ。あれこれ6戦目くらいだっけ。この時点でワンペアくらい出てる状況あってもよくない？な、揃わなすぎるんだよな。やられたな。はい、都会暮らしの誠に負けました。くそ。はい、フルハウスですね。都会暮らしの誠、また都会暮らしの誠だよ。すいません、お兄さんチップください。チップ。あれこれ8戦目だっけ。いやちょっと2人降りたからチャンスだと思ったんだけどな。一騎打ちで手札が弱い弱い、そして揃わない。やられた。ふざけんなよ、これめちゃくちゃチャンスだったじゃん。ハイカードだけで勝ち上がった巷のアイドル瞳、ワンペアも揃ってないのに。お互いふざけんな、なんでこんなに手札悪いんだよ。8が来ればストレート、8が来ればストレート、8が来ればストレートよ。ヤガミ諦めるな、レイズするな、釣り上げるな、賭け金を。チップがまたなくなっちゃうでしょうが、ヤガミの。ふざけんじゃねえぞ。これ誰が勝つかな、ヤガミじゃないことだけは確かだけど。はい、早川でした。エース持ってたのかよこいつ、手札強、ふざけんなよ。チップ打ってください。あっ、来た来た来た。あれこれ9戦目だっけ、そんぐらいだっけ。もうなんか分かんなくなってきちゃった。この時点でペア生まれたの初めてだぞ。しかもキング強いぞ、数字的にも。キングワンペア、いやいいのかな、そんなに釣り上げちゃって。トラブル高太郎、そして早川、巷のアイドル瞳みたいに降りた方がいいんじゃないの、早めにさ。損切りだよ損切り。あれでもなんか場合によってはストレート出してくるやついそうだな。キングクイーンジャックがある。おい、トラブル高太郎、釣り上げる。早川も釣り上げんじゃんこいつは。怖い怖い怖い。おい、またかわせんのかチップ。どうだろうな、ただのワンペアだったら八神のキングに勝てるやついないわ。クイーンとかジャックのワンペアじゃ勝てませんよと。ただツーペアとかトラブル高太郎自信あるだね。いいのかい、八神のキングに勝てんのかい。まさかストレートのやつとか。スリーカードチップください。場だけで2ペア作るな、もうフルハウスいるじゃん、絶対1人はいるじゃん。こんなの、いや、スペードのジョージ釣り上げてきた。あいつフルハウスできてます。え、巷のアイドル瞳も釣り上げんの。どうなるどうなるどうなる、フルハウスだー。ざけんじゃねえぞ。ワンペアはあるけど、ジャックとかキングのワンペアには勝てない。みんな釣り上げんじゃん。レイズレイズレイズ、怖怖、何この集団、ふざけんじゃねえ。勝負なんかしてられっか、降りてやるよ。やられたな。あ、ストレートできてる、トラブル高太郎、そんなのできたことないよ。チップください。あ、ツーペアじゃねえか。あ、来た来た来た、ついに来たぞ。この状態でのツーペアは勝てる、それ以上のやついないでしょ今。おお、降りた方がいいんじゃねえのか、弱気な岩木くんもよ。うわ、切った切った切った、ついに来た。もうこれは逃さない、すでに手札でワンペア。これで場に8でも来たら、おわ、もうストレートとかもできちゃいそうじゃん。いや、それは全員に言えるけどね、場だけで567なんだから。でもこっちは8を持ってるから両面で待てる。つまり4あるいは9が来たらストレートが成立する。で8が来たら3カードだし、これは、いや、エースちょっと怖い、エースちょっと怖いぞ。エースでペアできてるやつはそれだけでちょっと強いみたいなとこあるし、やめろやめろ、釣り上げるな釣り上げるな、病気がちなケント。こう、あ、ストレート成立じゃないの、来たぞ。降りた方がいいんじゃないのか。おいおい、強気だね、レイズしてやるよ。こっちも釣り上げてやるよ、賭け金、俺がついてこいや。さあ勝負だ、ストレート。やったー、うわー、もう15戦くらいやってる、勝ったぞー、やっと。負けた、僕が15回目くらいだけどね。
約束だ、話してもらうぞ。スペードのジョージとか病気がちなケントの方が勝ってるけどね。わ、分かった一発勝負で八神が勝った体にしてくれてる。悪いね、なんか気使ってもらっちゃって。で、話すっていうのは、あ、ミスケンか。あ、もうこれでカジノ編クリアか。いや、まあ早くはあったけど、でも最後の勝負だけすっげえ長かった。20分くらいかかったかも。やはり匂いか。ああ、喜ぶ匂い、悲しむ匂い、恐怖に焦り、僕には全て手に取るように分かった。で、いくら稼いだの？たとえそれが視覚の外の出来事でもね。でもカジノだっていろんな匂いが漂ってるでしょ？香水をつけてるお客だっているはず。そんな多種多様な匂いが漂ってる中でどうやって感情を嗅ぎ分けてるの？僕にはね、人の感情の匂いが色になって見えるんだ。あ、それなんて言うんだっけ、その、ね、特定の感覚が何かに置き換わるっていうの。嘘食いであったな。見える？どういうことだ？まあ、嘘食い以外でも、こうなんか、ね、扱われることあるよね、そういう感覚。なんだっけ、共感覚じゃなくて。表現するのは難しい。匂いごとに違う色が頭の中に直接入ってくる感じなんだ。視野の外でも360度そこに匂いがあるならば、僕にはそれが色で明確に見える。つまり、あ、共感覚合ってた。もう博識だな、マサワさんは。共感覚かな、聞いたことがある。確かある感覚を別の感覚に置き換えて認識できる能力だったっけ。ええ、まあ、これ有名な話かな、割と。ええ、数字から色を感じたり、音に色や匂いを感じたり、そういった特殊な力を持った人が稀にいるそうです。おそらく早川さんは嗅覚で感じ取った匂いの情報が脳の視覚野にも転送されてしまっているのだと思います。だから鼻で嗅ぎ取った匂いが見える。ああ、医者にもそんな説明をされたことはあるな。数十人だか数百人に一人くらいの確率だし。え、結構高めの確率に感じるな、数百人に一人って。学校に一人はいるくらいの感じじゃん。まあそんなに珍しいもんじゃないさ。赤ちゃんはみんな共感覚があるとか、その医者も言ってたしね。相手の感情が分かれば、相手の手の内を 察することも難しくない。なるほど。察するに、お前がポーカーで無類の強さを誇っていたのはそういうからくりがあったってわけか。ねえ、早川さん、もう一つ聞きたいことがあるの。あなたもプロフェッサーの裏サイトを使ってカジノの会員証をプロフェッサーに偽造してもらったの？プロフェッサーの噂は知ってる。有名だからね。違うんだ。だけど僕はそいつとは無関係だよ。あの会員証は僕の兄貴のものなんだ。性別の違いこそあれ、僕たちは顔がそっくりでね。え？兄貴だって？だが名字が違うじゃないか。両親が離婚してね、兄貴はお袋についていったんだ。だから名字も変わった、お袋の旧姓にね。早川、あ、なんだっけ下の名前、早川がマカリに変わったんだ。そういうことだったの。なるほどね。じゃあ本当に偽造じゃないんだ。それじゃあ今回の調査空振り？珍しいな。結局最後までやったら大体はプロフェッサーと関わりありましたってなんのに、プロフェッサーの情報はなしか。ああ、だけど天沢先輩、気になってることはある。ん？気になっていること？飛行にはね、得意の匂いがあるんだ。喜び、罪悪感、怒り、それらが混じったような匂いだ。最近偉人町ですれ違う高校生たちからこの匂いをよく感じるようになった。一旦ケント嗅いでもらった方がいいんじゃない？一旦ね。ケント最近姿見ないな。ここ最近急に街で飛行の匂いが強くなったのは、そのプロフェッサーってやつが関係してるんじゃないかな。ということは、街全体で飛行の匂いが広がってるってことは、ああ、プロフェッサーの影響力が大きいんだな。清涼以外でもプロフェッサーのターゲットになってる生徒がいるのかも。年齢偽ってカジノに行ってた僕が言うのもどうかと思うが、飛行の匂いってのはいいもんじゃない。一歩間違えると犯罪者の匂いに染まってしまうこともあるからね。八神はどう？する？犯罪者の匂いするはずなんだけど。そうなる前に何とかするさ、俺たちでな。ああ気を使って言わないのかな、言ってないのかな。ああ、そうしてほしいところだよ。この革ジャン犯罪者の匂いすげえなって
この革ジャン犯罪者の匂いムンムンだなって思ってるはずなんだけど。いやでもなんか、うん、本当あれだね、 e スポーツ部以来のスピード潜入だったね。もう終わってしまった。こういう場所もあるにはあるんだな。写真部もじゃあ多分短いな、この感じだと。最初の話聞いた時点ですでに進行度 25% になってるので、これかなり早いですね。ガールズバーは、ガールズバーも初期時点で 20% か。うん、早い方かも。カジノも最初 20% だった気がするし。そうかそうか、結構最初の方にボリュームあるやつやったんだな。あ、てかダンス部も続きもうやっていいんだよな。もうロック解除されたので条件満たして、ダンス部の話なんて、いやもうちょっともう忘れかけてるぜ。あーでもまあ見たら見たで大体思い出しはするな。あー、ヒイラギ先輩がいけすかない先輩で幼馴染の他校のめちゃくちゃダンスうまいのりづきさんって方がいて、そうだな、高梨さんはパパ活をやってて、パパ活ってしっかり書いてあんな、火災と。もう消してやれよ。まあそういうああことがあったんですね。見るとなんか意外と記憶呼び覚まされるな、長いことやってないのに。ってことで、まあでも無事にカジノね、サクッと終わったし、これでまた次回から少しの間ストーリーの方行きましょうか。あれだな、鉄装の兄貴の提案で一時的に桑名と手を組むことになったんだよね。で、桑名を狙ってる勢力が本当に公安なのかどうか、それを確かめてみる。公安をおびき寄せるという試みをしてみるっていうところですよね。よし、じゃあなんかいいね、気持ちよく終わったな。いや気持ちよくはなかったか。めちゃくちゃ手こずったしな。あれ、あの引きの悪さばかりはどうしようもできねえからさ、苦労しましたよ。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。